ディズニーシー。本日はですね、ディズニーシーということはやるのは決まってますね。はい、1万円企画。今日はね、お友達のお二人と来ております。お呼びしますか。はい、花芝ぐるっと倒した。はい、先日ね、動画に出ていただいたお二人に早速予定を当てつけてディズニーシーに行きました。イエーイ。あのドライブ動画ね、まだ見てない人こちら見てくださいね。はい、ってことで1万円企画なんだけど、解釈として4人で1万円ってことでお間違いないでしょうか。しょうがない、いいよね、全然足りてないけど、うちらはすぐですよね、1万円なんて。1回のご飯で5000円でしょ。でうちらにしては罰ゲームみたいな、1万円しか使っちゃいけないっていう。そう、ディズニーで節約みたいな。そんな感じ。え、ごめんね、なんか。あ、全然あ、そんな舐めんなよ。食べていきましょう、頭使って。はい、じゃあ行きますか、早速。はい、それでは早速行ってみよう。似合うならこれでもいいんだけど、似合うか似合わないかちょっと。そうだよね、それが大事だからね。うん、え、でも似合うよ、可愛い。超別に。じゃああれです、なんか言って、なんか言ってくれる。わかんない、違和感かける違和感って感じ。あ、じゃあダメじゃん。これにする、みんな可愛い。納得してる納得してる顔してくんない。みんな心配しようと。どうなん、いいよね。合ってる。じゃあこれにしよう。おい、みんな自由かよ。いいね、髪色と合ってるね。うん、何人だ、納得してる。納得してる。今回のお会計でも1万円いってるんで、食べ物と飲み物でね、ちゃんと1万円企画していこう。早いんだね、意外と。意外と早い、金がなくなるのって。わー、怖い。怖い。ただいまですね、ちょっと暑いのでジュースを買いました。アップルティーソーダとアイスウーロン茶とソアリンが1個入ってるんだけど、これはですね、ソアリン、こっち600円、こっち600円、コーラですね、みんな360円、全部で1680円でした。はい、残り8320円ということで、 OK です。本日の1万円確認、乾杯。嬉しそうなのよ。ただ日本にこんなやついたんですよ。あ、ありがとうございます。左ポケット。はい、買いました。いくらですか？はい、こちらポップコーン400円ですね。残りの金額ですね、7920円ということで。うん、はい、まだまだだね。はい、ソアリンに乗ります。風やばすぎ。じゃあ皆さん、ソアリンに乗ったので、お腹も空いたことなのでご飯に行きましょうか。何食べる？中身が丸物。何食べたい気分ですか？やばい、2人が体調不良。肉以外がいいな。この中にさ、なんかあれあったよね、回転2万マイルとか。あ、はい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 、回転2万マイル乗ろうよ。じゃあ飯食ってからの回転2万マイルにします。そうしましょう。じゃあね、麺だ。美味しそう。こうやってね、いつもね、取り合いっこしてます。広角のやつを押してビューンってやって、上から撮るとすごい可愛いよ。この間ディズニーランド行った時もこうやって撮ったんだけど、こうするとちょっとおしゃれな感じで撮れます。はい、バルケーニアレストランにやってまいりました。買ったのはですね、あんかけチャーハンとアイスバーかけるになんかローストビーフが乗ったやつ、天津さんジンジャーエールと生ビール、こちら全部で5230円。
すごくね、もう半分いきました。残りがですね、2670円ということで、ディズニーでの節約っていうのは難しいんですね。2時間ぐらいでここまで来たの。美味しそうだから、さあ、お腹減ったからとりあえず食べようか。食べよう、いただいていきましょう。せーの、いただきます。え、麺食べたい。天才。いただいていきましょう。見て、海苔がミッキーなの。かわいい。カオちゃん絶対これ好きだよ。めっちゃ美味しい。そちらから。ちょっと辛いですね。ここ初めて来た。うん、私も初めてか。来たことないし、見たことない。なんか予約して入るからね、体験は。コロナとか慣れてね、うん、あと入り口にね、結構お店があるからそこ行くよね、うん、でも夏はこれが好きかも。うん、食べやすい、うん、美味しい。なんだろうね、ディズニーのやつ、美味しく思うよ。魔法がかかってるからかな。ねえ、見てる人がさ、心配になっちゃうから、もっと美味しそうな顔してもらっていいですか。味わわないで、味を放出して美味しさを。ディズニーってさ、カップルで来ると別れる確率上がるとか言うよね。初デートディズニーだったら絶対別れるみたいな。技術こっちのかな。でもさ、暑さとかさ、並んだりだとかをさ、価値観確かめられるよ、やっぱり。待ってるときしんどいと、やっぱ合わないよね。いや、無言もちょうどよくって、待てる時間もさ、相性がいいってさ、いけんのかな。タバコ吸ったりとかすると、やっぱりあれなんじゃない。ね、ディズニーの喫煙スペース入ったことある？闇なの。麻薬を取り扱ってるお店みたいな、みんなすっごい暗い顔してるの。入ったことあります。あります。え、あそこだけは本当に唯一ディズニーじゃない。でもさ、だんだんさ少なくなってたよね。でも彼氏とディズニーのハードルが高すぎて、今までに男の子とディズニーとか行ったこと1回しかない。なんで？私結構8歳ぐらいまで長時間入れなかった、彼氏ディズニーなんて持ってるのかって。結構ハードル高いディズニー。チャーハンで行ったことないんですか？1回あるぐらい。あるでしょ。喧嘩みたいなのがあったから。ディズニーってか、どの場所置いてもないの、喧嘩みたいな。田中さんが怒らないの。田中さんの喜怒哀楽が憎い人です。そんなことないんだけど、喜怒哀楽はあんだよ。外側に出ない。でも怒りは結構ハードル低いっちゃう。怒るみたいなのあんまない。喜哀楽はどうがない。喜哀楽もなさそうに見えますよ。萌えと一緒だよね。同じ空気を感じる。萌ちゃんと喋っててさ、自分と喋ってるみたいな。でも松もそうじゃない。なんかそんな感じするよね。でも松はもうちょっと感情が出てる。でも落ち着いてるよ。でもなんかもうこの世の中諦めてる。負けないよ。って目の奥死んでる選手権、田中さんが1位。勝ちよ。そういうの分かんなくて。田中さんは大丈夫。この人、人が恋してる時とか、ちょっと悲しいことがあったりとかしたら、すぐマジで分かる。分かった瞬間もマジで分かります。だから今、田中さんが好きな人いるじゃないですか。で、その人ともしお付き合いができて、別れたら、あの、別れましたって報告いらないです。察するの、はい、こっちで察します。パンチで。やっぱ違う、なんか目が、目が違う、雰囲気。でも最近の田中さんはすごい目の奥がキラキラしてますよ。あ、そうですか。おかげさまで。どうですか、なんか最近は。何ですか、恋愛みたいな。あんま聞いたことないですよね、柴田さんから。ドライブの動画出てるからさ、柴田は男性の人しか好きにならないのかなって、うん、あ、今まではどうだったの。今までも完全男の子、しかも、もう男の中の男みたいな、塩で顔を洗うぐらいな、もう男の中の男みたいな人が好きだったけど、なんか男らしさってさ、人それぞれだけどさ、私の中の男らしさって頼りがいがあるとか、優しいとか、守ってくれるとか。別にこれが満たされてたら、体とかが男じゃなかったとしても一緒にいては楽しいかなと思う。だからやっぱそう、性別で分けてというよりかは、男らしさとか女らしさの言葉の中で自分がそれを分解すると、別にそれが男性である必要はないかもなとは思う。へー。お腹の溜まり具合どうでしょうか。え、まだ食べれます。いや、まだ控えてんだよ、ね、余裕じゃが。カホどう、お腹いっぱい。まだいってる。これで全部食べたらいっぱいいっぱいになっちゃう。え、でもティトトルタンも食べるでしょ。え、それ行くつもりでいるよ今。天才って感じ。こっちから何でもいけない。どうするこれ。あ、じゃあ食べても。これ食べれる。美味しかった。昨日何で僕食ったんだっけ。え、昨日何で。あれだ、奇妙な食べ方をしてしまう食べ物って何っていう話をしてて、それに何があるかなって。
ち餃子を半分に割って中身にあの酢醤油をびっちゃびちゃに浸して食べる。え、待って、開くってこと？そう、キムタクと一緒なんだけど。自信がまじ、キムタクと一緒だから大丈夫なんだけど、どっちこう切るのか開くのか切るっていうか、まあ、ちょっと穴開けたりとかして酢醤油をこう、うん、中にこう入れて、どうやって入れるんですか、穴から。穴から酢醤油にペチョペチョって浸して、そしたら穴からこう酢醤油が入ってくるでしょ。で、それを食べるのが好き。わかるよ、それはすぐわかるわ。わかんない。わかるでしょ。わかんないよ。本当にやんないですよ。夜本当に。はい、小籠包とか。あ、そう、そんな汁のルーみたいな。で、その後にさ、そこに浸して食べるじゃない。じゃあいいな。じゃあいい。ジャッジそこなんだ。じゃあ、ちっちゃい時にたくあんあるじゃん。中身が嫌いだったの。皮だけが好きで、皮だけ食べてた。ちっちゃい時に皮だけをこう、さらに皮だけを並べて皮だけ食べてた。皮だけを並べるまではしなかったけど、それだけしか食べたくなくて、真ん中いらなくて、あとカレーにポン酢。最悪だ。田中さんが一番やばいかも。全然そういうのないの。なのかね。カレーにポン酢はやばいと思う。でもねって思うじゃない。家帰ってマジやってみて。本当にやってみ。マジやるから。本当にやってみて。カレーにポン酢。何でもお酢入れる人いますよね。そう。でも物によるのよ。ポン酢がいい時と普通の酢がいい時と。でも最初から酸っぱいのにはあんまり興味ない。まいちゃんの話聞いたらなんか何でもないってしてきた自分。でもなんか皮を剥がすのが好きなんだと思う。てかたくあんの皮ってあんのうちもそこがまずわかんない。パリッ、端っこね、パリッてやったらピーって取れる。そうそう。皮でいくとさ、アーモンドのさ、チョコあんじゃん。周りのチョコのコーティング取ってさ、アーモンドの皮剥いて食べるの好きなんだけどさ、一緒でしょ。一緒だよね。一緒だね。ね、あるよね、そういうの。いやだ、朝ごはん食べてて彼がたくあんの皮だけ食べてて。ちっちゃい時にでも今しないんだ。うん、したいっていう気持ちはまだ残ってる。ない。あ、卒業できたんだ。うん。でももし机の上におつまみとしてたくあんがあったらそれやっちゃうと思う。あー、田中さんまだ食卓の上にあったらだけど、潜在的に好きだね、それは。全然ないな、そういうの。あるあれのコーヒーに入れるさ、ミルクみたいなやつ、なんだっけ。生クリームみたいなのなんだっけ。ポーション。あー、ポーション名前あるじゃん、有名な。めちゃくちゃギュッてしたミルクでしょ。そうあれ飲むの。飲むよね。コーヒー飲めなかったからさ、ママがさコーヒーとか出されるじゃん、よそ行ったらあるから。なんでどんな味すんの。濃密な生クリーム。田中さん、完食してくれました。こちらも完食しました。お二人も完食ですね。あれ、なんか残ってる。これだけ食べていい。田中さんがチャーハン食べてくれたおかげで何とか助かった。7割で抑えられたわ。余裕じゃよ。呼んだ甲斐がありました。次食べるもの楽しみすぎて、これ食べて。1人のためだけに来たんですよ。この並びで行くと回転2万マイルかな。あ、ごちそうさましよっか。せーの、ごちそうさまでした。初めてお友達と来て撮りました。いつも Vlog だもんね。はい、しっかり教えて。はい、および空気砲密閉完了。密閉。今ですね、はい、ローグチキンターキーレッグを2個とタピオカマンゴードリンクスパークリング買ったので、これにて1万円企画。え、本当ですか。終了です。イエーイ。本当ですか。本当です。はい、お釣りが一応190円あるんですけど、190円で買えるもアイテムはないので多勢ございます。フローズンなの。うん、そうだ。あ、そうだ。いただきます。みーちゃんも食べたい。うまい。うまい。こちら側が食べたんで、こちらから食べていただけるお似合いがつくので。あ、そちらこれじゃないです。あ、ごめんなさい。
そのさ、なんかさ、お金とか気にせずディズニーでご飯買えるようになって大人になったらと思わない？あの時さ、完全印刷握りしめてさ、マジ考えねえとダメだからとかって。確かに。このチキンがマジで命だった、うん、腹もたまるし、500円でちょうどいいし、うん、じゃがりことか絶対持ってきてた、うんうんうん、ドリンクなんてここで買ったら負けって思ってた、うんうんうん、毎回買ってなくなかったこれとか、いや、うちプーさんのってあるんだけど、いいプーさん家から持ってくる系で、うん、でもなんかちょっとやだよ、で買いたい、うん、でさ、お土産でさ、めっちゃ友達にさ、ペン買ってかなかった、 6本入っててさ、でさ、7人組とかだったごめんね、内緒にしてって気まずいやつ、気まずいやつ、人がいるけどさ、やっぱ空いてるね、確かに、スイスイスイって乗ってるね、さっきもあれなんだっけ、ルージングスプリッツ、ルージングスプリッツ10分で乗りたいね、あの時さ、マジ普通に平均2時間ぐらい並んでなかった、うん、なんか見て、友達、ごめん、設定ごめん、なんか食べれなくなっちゃう、もう足痛くない、じゃあ内股のだけだよ、なんであの子あそこ今のタイミングで、これがディズニーのメッセージなのかな、動物愛護みたいな、考えて食べてください、ちょっと、かわいい、そうちゃんみたい、そこで座るみたいな、ここで座るとこ、そうちゃんみたいね、かわいすぎるんだけどやばい、あと7分だ、開演までやばい、すみません、ゆっくりしすぎちゃいました、これで完食ということで、はい、完食でーす、7分でいけないんでしょ、諦めた、嘘だろ、ビッグバンビートってでも行きたい、すげえやつでしょ、行こうぜ、ミッキーランドではいないのかな、ミッキー、ミッキーはね1回しかいないんだよ、でも今日2回あったよね、え、どうやって移動したのかな、下に通路がある、ミッキー休憩する時間ないね、あんまね、めっちゃブロックじゃねえじゃん、やっぱホワイトの方がいいとは言ってたよ、どういう関係でいらっしゃるんですか、で本当に同じ時間にミッキー出さないんですよ、そうだね、忙しい、だからディズニーランドではさっきの日が出れないの、忙しい、でもシンクロは結構遠いよ、遠い、走ったのかな、だからタクシーだよ、あー、タクシーだよ、そこで着替えてんのかな、でもパレードの時間とか同じじゃないランドだし、どうしてるんですか、それシンクロ、シンクロ、顔とかいたんだ、めっちゃいる、めっちゃいる、替え玉みたいなのいるんですよ、替え玉じゃないよ、兄弟だから、え、じゃあミッキーマウスじゃないとこでしょ、え、ミッキーマウスはミッキーなんとかマウスなの、でもミッキーマウスは一人ってことですよ、で、違う人が出てたら偽物だ、あれは政治で認めますね絶対もうお前とは来ない、不正があったことを認めますね、絶対もうお前とは来ない、決めたなんでそんなこと言えんの、じゃあお前とはもう来ない、では1万円ピカのご参加ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、無事達成でしたね、ちょろいもんでしたが、ちょろかった、マジちょろかったな、2人が小食すぎてスピード感がね、2人に合わなかったね、そう、お話になりませんでした、お話になりません、またチャレンジしたいですね、3万ぐらいで、つい3万ぐらいで、どうでしたか、2人、楽しかったですね、美味しかったし楽しかったね、久しぶりだったし、ディズニーまた来ようね、また来ましょう、はい、ではこの動画を見て、あのご飯を私も食べるためにディズニー行こうって思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、2人 の SNS の方概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください、はい、それではまた次の動画で、バイバイ、最後まで見てくれてありがとう、ね、結局さ、ミッキーマウスって何人だった、その話はなかったことにして、また食ってる、はいちゃん、1万円企画を終わりましたが、食べます、何食べるんですか、ピザとポテト、こうやって考えたらさ、1万円企画できるかもね、2人で。